遺体をかけたゲーム。ここはエアサプレーナ島だ。丈太郎の聖なる遺体が俺たちをここへ逃がしてくれたのか。あのままあそこに残ってたら危なかったぜ。あのモヤに巻かれるのは絶対にまずい。あれがデオ。遺体はほとんど奪われてしまった。くそー！僕たちの攻撃はあの男には全く通用しなかったな。レクイエムはいかなる真実にも到達させなくする能力。奴のスタンドに拳が触れた時、確かにレクイエムは発動した。それなのに最初からそんな能力はなかったかのように無効化された。バレンタイン、今はお前に用はない。用があるのは空城丈太郎。お前今ここで私と戦ってもらう。お前の能力を見せてみろ。ふん。何が狙いか知らんが、せいぜい後悔しねえようにな。何者か知らんが態度がでかいな。スタープラチナ、精密な動きと豪快なパワーを持ち、しかも時を止める。狙いは何だ。オープンザゲーム。穴に攻撃をする。自分の肉体を穴の中に巻き込む。穴に攻撃をする。あまりに凄まじいスピードのため、光の速度を超え、この世の時を止める。まさに史上最高無敵のスタンド能力。いいもん拾ったぞ。少しもらいすぎたか。私が見たいのはさらにその先なのだ。お前のスタンドが決めているものを見せろ。どうしよう。どうしよう。少し食らったのか。お前は邪魔して。リポシーのさらなる段階だ。何とかしなくて。すごいな。どうしよう。攻撃を受けすぎだ。てめえ、甘い。いいもん拾ったぜ。僕の話です。
てめえ。マスロードだ。へえ、すごいな。かなりムカついたぜ。めえ、死体を穴の中に入れる。やりやがった。僕と来い。てめえ、まず正当なる防衛だよ。かなりムカついた。イエス。てめえ、どうしよう。カスカスカス。なんとかしなくては。カスカスカス。こらぁ。こらぁ。すごいな。とてもだ。オープンザゲーム。自分の肉体を穴の中に巻き込む。穴が攻撃をする。カスカ。オラ。カスカ。穴が攻撃をする。どうしよう。自分の肉体を穴の中に巻き込む。あまりに凄まじいスピードのため、光の速度を超え、この世の通りを超え、まさに史上最高無敵のスタンド能力。攻撃をする。かなりムカついたぞ。逃がさん。少し前すぎたか。へえ、すごいな。どうしよう。少し、かなり攻撃を受けすぎだ。私がやりたいのは、さらにその先なのだ。お前らスタンドが決めているものを見せろ。へえ、すごいな。ディフォーシーのさらなる段階だ。どうしよう。スローダウンだ。なんとかしなくては。いいもん拾ったぞ。くそ、穴が攻撃して。どうなる。防衛。すごいな。二人で行くぞ。ああ、続いてくれ。打ちかます。おら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 。ヘイドー。やれやれというやつだ。もし次に会った時、その時は。やはり、そう。お前のスタープラチナは、ディオのスタンドと同じタイプのスタンド。だからこそ、お前の持つ遺体は、奴に奪われずに済んだのだ。時間がないので手短に話す。私のそもそもの目的は、聖なる遺体の全ての部位を手に入れること。ただのそれだけだった。だが、そこのジョニー・ジョースターに
無限の回転を打ち込まれて、回避する方法を見つけるために平行世界を飛び続けた。この基本世界と似たような隣の平行世界を行ったり来たりできる。それが私のスタンドの能力。平行世界は一つではなく、その個数は私にもわからないが、いくつも並んで存在しているのだ。そして私は奴と出会ってしまった。平行世界のディオか。そうだ、基本世界のお前たちは1988年の戦いでディオを倒した。だがそうならなかった平行世界があるのだ。その世界では奴はジョースター一行を返り討ちにし、思うがままに世界を支配していた。極限まで進化させたスタンドを操ってな。私は奴に捕らえられた。逃げることなどできなかった。奴のスタンドはとてつもなく強大で恐ろしい。そこが見えない。私に取り付いて離れなかったジョニーの無限の回転エネルギーは、奴が手で払っただけで消滅してしまった。ディオは自分が支配していた世界が無数に存在する平行世界の一つに過ぎないことを知ると、基本世界の支配を望み侵略を開始した。それでおめえは俺に何をさせてんだ。あの男を倒してほしい。私はディオに操られるふりをし、侵略に手を貸しながら奴を倒せる能力を持つ者を探していた。それがお前だ、ジョータロウ。あの男のスタンド、ザ・ワールド・オーバー・ヘブンがどのような能力なのか、いかなる秘密を持っているのか、私には分からない。探り出せなかった。残念ながら。しかしお前の持つ遺体だけが奴に奪われなかった。それは偶然ではないはずだ。信じてはいけない。この男は何かを企んでいるに決まってる。私は今真実だけを話している。私の行動は私利私欲でやったことではない。パワーが欲しいだとか、誰かを支配する。私の望みは
我が国と我が国民の繁栄。だが今国どころか世界そのものがあのディオ、それだけは避けなくてはならない。ディオの能力の秘密を探り出し、奴を倒すのだ。そしてそれができるのは空城丈太郎、お前だけだ。ディオは配下に遺体を与えて、お前の持つ遺体を探し出そうとするだろう。ディオの配下たちを倒し、聖なる遺体を回収していくことがディオの打倒につながるはず。もう一つ伝えておくことがある。この基本世界に存在していたディオはすでに倒されたと聞いている。その亡骸は残っているのか。ああ、どういうことだ。やめろ、奴の言葉に耳を傾けるな。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を、まさか、違う世界から来たものとこの世界のもの、同じもの二つが出会えば消滅するのだ。このことを奴は知らない。おい待ちな、そりゃおかしいぜ。俺と50年先のジジイの俺は一緒にいるが、そんなことにはなってねえぞ。お前たちは時代こそ違うが、あくまで同じ世界のジョセフ・ジョースターだから消滅はしない。だがディオは違う。あの男は平行世界の住人だ。この基本世界のディオの亡骸をぶつければ、ひょっとすればだが、奴に能力を使う間も与えず消滅させられるかもしれない。ディオの死体は朝日にさらして塵にした。もうどこにも残ってねえはずだ。そうか、それでは仕方がない。私の話はこれで終わりだ。だが正しい決断をお願いする。ぶっ飛んだ話をしていきやがったな。今更だけどよ。バレンタインは信用できない。でも遺体集めはやらなくちゃいけない。俺も同感っす。また最初から遺体集めかよ。時間かかるぜ。
いいえ、今度はずっと早く集まりますよ。我々の行く先々で向こうが待ち構えてるはずですから。じゃあバレンタインの話に乗るってことだな。となると問題はやはりディオの能力だ。奴の力はさっぱりわからねえ。あの謎を解き明かさなきゃまた返り討ちに遭うぜ。ジョニー、ディオとの戦い、君の打ち出した攻撃は奴の拳で弾かれたように見えた。間違い？ああ、いや違う、弾かれたというよりもかき消されたって感じだった。当たれば絶対に相手を仕留める爪弾が消えてしまったんだ。どうかしたのか？ディオの能力と僕のゴールドエクスペリエンスレクイエムは似ているように思うんです。僕のレクイエムは相手の意思や行動を無にして真実にたどり着かせないようにする能力だが、あの男の能力はその裏返し。奴の望む真実に必ず到達するというものではないでしょうか。何？さっきの戦いでは奴は僕たちの攻撃が通用しないという真実を上書き。なんだそりゃ、むちゃくちゃだぜ。もしそうだとしたら倒しようがねえ。でも奴をこの世界にいさせてはいけない。何としてでもあの男の弱点を見つけ出す。僕は戦うぞ。奴のスタンドと拳を合わせた時、絶対的な悪を感じた。あの男は倒さなくては。遺体を取り戻し、ジャイロを戻す。僕の願いはそれだ。あの男がその邪魔をするというのなら、今度こそ即始末してやる。けっ、柱の男どもだけで手一杯なのによ。面倒くせえことを引き起こしやがって。やろう、ぶちのめさなきゃ気が済まねえ。世界がどうとか言われると話がでかすぎて実感がねえっつうか。でも今のままじゃ森尾町もめちゃくちゃになる。俺もやります。俺は自分のことが知りたいだけだ。だがあの男を倒さなきゃ前に進めないってことは分かった。エンリコ・プッチに影響を与えたディオ、それだけでヤバいってことが伝わるわ。奴の能力は封印しなくてはならない。そうでしょ、父さん。やれやれ、ディオに奪われた聖なる遺体を取り返して、操られた仲間たちを元に戻し、ついでにスタンドの秘密を解き明かして奴を倒すか。ちょっぴり疲れるというところか。
った。ここに遺体を持つ奴がいるのか。なるほど。